シアリーズ級軽巡洋艦は、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級で、本級は、C 級軽巡洋艦のサブグループの一つに分類されている。本級は1916年度計画において5隻の建造が承認された。本級は、カレドン級を元にして、イギリス軽巡洋艦初の試みとして15.2センチメートル速射砲の、 うち一番二番砲を初めて背負い式で二機配置したクラスである。これにより門数はそのままながら前方火力は二倍となった。しかし、艦首側に重量物が増加したため環境と全部マストの位置を約14メートルほど後方に下げたが、艦首のしのげなみ性が低下して荒れた天候では、艦首砲の運用が困難であった。本級は、 第二次世界大戦に5隻とも参加したが、このうち、キュラソー、カーリュー、コベントリーの3隻のみ並走を更新して、防空巡洋艦へと改装された。本級のうち、キュラソーは1942年に、戦団護衛中に、自国の客船、クイーンメリーに追突されて撃沈されたことで知られる。本級の船体は単船首郎型船体を、 採用していたが選手炉は一番煙突の側面まで延長された。艦首は垂直に切り立った艦首から甲板上に手法のマーク121906年型1 5 2トル速射砲、ガボダ立てのついた単装砲がで背負い式に2機、2番手法の基部から 上部構造物が始まり、指令塔を組み込んだ環境を基部として2段の見張り所を持つ三脚型の全部マストが立つ。その背後に日本煙突が立ち、対空火器として7.62センチメートル広角砲が一番煙突の側面に、片毛に1機ずつ、計2機が配置された。2番煙突の背後に3番手法が配置された。その周囲は、関西手置き場となっており、 関西艇は日本一組のボートダビットが、片言三組で、計六組により運用された。後部甲板上に、上部構造物が設けられ、後部射撃指揮所と、後部単脚マストの後ろには4番5番15.2センチメートル速射砲が、後ろ向きの背負い式配置で2機が配置された。防空巡洋艦へと改装された、コベントリー前述通りに、カーリュー。 コベントリーとキュラソはすべての武装が撤去され、防空巡洋艦へと改装されたが、カーリュウ、コベントリーは改装時期が早く、コベントリーはポーツマス造船所、カーリュウはチャタム造船所にて1935年から1936年にかけて防空巡洋艦へと改装された。すべての武装が撤去され、代わりにマーク V10.2 センチメートル広角砲を 甲板上に10機を搭載する設計となった。武装配置は、艦守甲板上に1番 10.2cm 手法が、単層砲がで1機、その背後の上部構造物に、ビッカース 4cm ポンポン砲を4、連装砲がで1機配置した。環境構造は改正され2段の見張り所が設けられ、頂上部に露天の即距儀を置き、全部マストの頂上部に、 箱型対空式書に広角速虚偽を一機を配置した。日本煙突を囲むように中央部看板上に2番から7番1 0 2トル手法が片言3機ずつ配置された。後部式書は拡大されて即虚偽と広角速虚偽が直列に一機ずつ配置された。その背後に8番1 0 2トル手法が一機と 4cm、炭素ポンポン法が 直列に一機ずつ二機が配置され、甲板一段分下がった。後部甲板上に9番10番 10.2cm 手法が、直列に一機ずつ配置されて、計10機となったが1940年に、船体中央部の 10.2cm 手法二機が、撤去され8機に減少した。1939年に2隻とも 12.7mm、連装機銃4丁を搭載した。 1942年にエリコン 2cm 機関砲がカーディフに単装砲がで6機追加され、ついでコベントリーにも単装砲が5機が追加された。防空巡洋艦へと改装後のキュラソー改装時期が遅くなった。キュラソーは1939年から1940年にかけてチャタム造船所で改装が行われた。 姉妹艦の改装実績を踏まえたために、監視館板上の1 0 2トル広角砲は、連装砲が一機となり、艦首方向に試行できる火力は2倍となった。2番1 5 2トル速射砲のあった箇所に、ビッカース4トルポンポン砲を4、連装砲がで1機を配置していた。環境構造と三脚章は等型に近い、近代的なものとなり、 対空見張り所はより洗練された。日本煙突の側面に4トル単装ポンポン砲が、片毛に1機ずつ2機配置された。2番煙突の背後に2番1 0 2トル連装広角砲が1機、後部構造物上の後部マストは、全部と同じく三脚型となった。その背後に、後部射撃式所が立ち、3番4番1 0 2トル 連装広角砲が背負い式で2機が配置された。1940年12月に1 7 8トル対空ロケット弾が20連装砲がで1機が搭載されたが、1941年9月に撤去されて、代わりに4トル単装ポンポン砲2機が追加され、282型レーダーと285型レーダーが設置された。 1942年に取られたカーディフ。1942年4月にカーディフは290型レーダーを搭載する際に対空火器としてエリコン 2cm 機関砲を単装砲画で6機を追加した。同じ年の5月にコベントリーはエリコン 2cm 機銃を5機、シアリーズは6機を搭載した。1943年に カーディフは273型レーダーを搭載し、同年にシアリーズは 4cm 単装ポンポン砲2機を撤去し、273型レーダーと290型レーダーを搭載した。1944年にシアリーズは 7.6cm 単装広角砲2機を撤去し、代わりにエリコン 2cm 単装機銃8機を追加した。完備から取られた。 春工時のキュラソー手法はマーク121913年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は重量 45.36kg の砲弾を行角30度で 17,145m まで届かせられるこの砲を単装砲がで5機を搭載した。砲がの不行能力は行角30度、深く7度で旋回角度は 左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5発である。近接火機として、オチキス 4.7cm 気砲を単装砲賀で4機、ビッカース4トルポンポン砲を単装砲がで2機を搭載した。 他に、手法では手に負えない相手への対抗として 53.3cm、魚雷発射管を水中で、片手に1機ずつ、計2機装備した。主武装として、マークズ B10.2cm 広角砲を採用した。その性能は、重量六キログラムの砲弾を、行四十五度で五十メートルまで届かせられ、最大行角八十度で、 高度11890メートルまで到達できる。この方を、コベントリー、カーリューは、単層方画で、キュラーは、連装方画で搭載した。方画の不行能力は、行角80度、深く10度で、旋回角度は、左右170度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。方の旋回、方針の上下、 砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分15発である。他に近接火器として、ビッカーメ 4cm ポンポン砲、ビッカーミ 12.7mm 機関銃を採用した。その性能は 0.37kg の砲弾を行四45度で 4570m、最大行角で 730m まで届かせる能力があった。 これを4連装砲画で3機を搭載した。砲画の不行能力は、行角80度、深く10度である。旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は、上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータは、毎分450発である。1942年に取られた、カーディフ。まだ原則の減装を閉塞していない。 幻想がない部分が原則走行体の範囲で機関部の側面を覆ってある。本級の原則防御は機関区の側面のみ防御した。水線部装甲が最厚部で 76mm で末端部は 51mm から 38mm へとテーパーした。前後の水密隔壁は 25mm であった。弾薬庫は 原則防御とは別個で側立てが 98mm で、前後隔壁が 38mm、天外が 25mm であった。手法の棒立ては最厚部で 25mm でしかなかった。その下の甲板防御は、機関区のみ 25mm が張られ、その装甲も、機関区を守るだけの短い範囲内のみで監視から、環境脇、水分から管備までの広範囲は、 無防御というありさまであり、その防御様式が正しかったかは、実戦で証明された。機関配置は、第一次大戦前の、装甲巡洋艦と、同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。本級は、ボイラーは、ヤーロー式重油戦昇水艦艦6機と、ブラウンカーチス式ギラードタービンを組み合わせ4機4。 軸推進であったが、カーリューのみ、比較研究のために、姉妹館で異なっており、パーソンズ式であった。最大出力4万馬力で、速力29.0ノットを発揮した。高指示のデータから重油935トンで10ノットで5900回リを航行できると計算された。ありがとうございます。